アロハー、かけです。今日は買い向きのワイアライ通りにあるカウカウズティーというお店の前で、いつものピカケともう一人お友達レファーちゃんと待ち合わせをしました。去年2020年4月にオープンしたというお店ですが、以前前を通った時に気になっていたので、直接ここで待ち合わせをしました。最近ハワイでよく見かける流行りの感じのドリンク屋さんなのかな。とりあえず入ってみたいと思います。こちらのヨウト系の方の飲み物に惹かれます。美味しそう。これはグレープフルーツ、そしてリリコイ、パッションフルーツですね。そして小豆です。15種類のパープルライス、パープルライスヨーグルトだって、初めて聞きました。タピオカを使ったボバティはもう古いと書いてあります。もっとヘルシーにパープルライス、楽しみです。値段もそんなに高くないですよ。高くて6ドルくらいな感じです。いろいろ注文方法があってトッピングもできるらしいですが、私は基本こういうお店に来るともう写真で出ているものを注文します。注文を待っている間に、こちらのインスタスポットで記念撮影もどうぞ。カップのサイズも展示されていますので、お手にしてください。店内の様子です。コロナということもあって、通常とはやはりちょっとね、カバーもしてあったりして様子が違うと思うのですが、とてもガーリッシュなお店です。色はピンクだらけですね。イメージとしてはですね、行ったことはないんですが、メイドカフェってこんな感じですかね。メイドさんが出てきそうな感じがします。いろいろなコロナの規制がなくなったらば、もっとお店の中をゆっくり見てみたいなという気がします。テイクアウトしてお店の対面にあるアーティスティックなベンチ、公共のベンチで座りながら、これから食べに行くランチの相談をしたいと思います。このベンチは空いていれば誰でも使えるみたいです。そしてそれぞれが飲んだのがこちら。カップも可愛いです。上にシールがしてあるのでこぼれなくていいですね。頼んだのはまずストロベリーヨーグルト、小豆ビーンライスヨーグルト、そしてグレープフルーツライスヨーグルトです。なんかいろいろ入ってそうなので、よくかき混ぜてから飲みます。これはとても美味しい。酸味があってすごく美味しいです。パープルライスもストローからチュルチュルと入ってきて、噛み応えもよく大満足ですね。ものすごく好みの味。これは近いうちにリピ決定です。アイナさんは毎朝飲みたいそうです。
朝一からデザートのようなヨーグルトドリンクを飲みながら、さらにその後に食べるランチの相談をした私たちですが、今日は3人久しぶりということで、3人でぴったりのヤムチャに行きたいと思います。今買い向きにいるので、買い向きにある老舗の、ヤムチャチャイニーズレストラン、こちらです。ハッピーデイズ、古くからある本当に地元の人でいつも大にぎわいのお店です。こちらでこれからヤムチャを食べたいと思います。駐車場側から入店したいと思います。このお店はワイアライ通り沿い側からと駐車場側から両方入店できます。店内は日本でいうと昭和初期のような少し古めかしい雰囲気です。こちらがヤムチャのメニューです。日本の回転寿司のようにこう値段が分かれてます。迷路会計ですね。今日はまずスピナッチシュリンプ、頼みます。それとシュリンプダンプリング、そしてその横の黄色いポークハッシュ、そして、私たちみんな大好きなこの四角いこれ大根餅、あとはデザートっぽいですけども、こちらのベイクドカスタード、そして、これはちまき、スティキーライスちまきです。そしてスキャロープルックファン、中にホタテが入ってるのかな、これを頼みます。頼みすぎかな。ちなみにヤムチャは一気に頼むと全部来てしまいますので、ちょっとずつ頼む方がいいと思います。ヤムチャはだいたい温かいジャスミンティーがポットでもらえます。これはタダで何杯でもくれます。いただきます。まずいろいろ調味料がテーブルにあるので、お好みのタレを作ってください。まずスピナッチ with シュリンプ、苦味があって美味しかったです。そして今アイナさんに分けてもらってるのがちまきです。ちまきが大きいのが2つ入っていて、3人なので3つに分けてもらってます。ありがとう。ちまき大好き、美味しそう。そしてこちらは大根餅、名前の通り大根でできてます。そしてそのお隣の白いのがスキャロップルックファン、そして私は初めてトライしたベイクドカスタード、あのメロンパンのようなデザートっぽいパンみたいな感じですが、これが結構美味しかったです。メロンパンとは全く違くて、表がサクサクというかポロポロで、中にカスタードクリームが入っていて甘すぎず、とても美味しかったです。最後は伝票を持ってお会計です。なんと税金チップ込みで3人で30ドルもしませんでした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、アフイホー。